大分七夕祭りは来月2日と3日に開催されます。今年で40回目を迎える祭りの名物フナイパッチンは15機が登場します。このフナイパッチンを PR しようと大分市の祝祭の広場では勇壮な山車が一堂に集結し今日から展示されています。節目を迎える今回は従来の武者絵に加えキャラクターなど自由なデザインを山車に施すことができます。またコロナ禍前の2019年まで実施されていた一般の飛び入り参加が5年ぶりに復活します。いろんな企業さん今回自由なデザインを手掛けているので今までにないぐらいの方にまず楽しんでほしいなという思いが一番強いです。祝祭の広場では明日午後7時からフナイパッチンの点灯式が行われ本番に向けて祭りムードを盛り上げます。